はい、では最後にですね、一緒に、木星ジュピターを吹いてみようかな、はい、お願いします。ね、ちょっと本当にあのサックスと違って同じ音が出ますから、うん、2人で吹いちゃうと分かんないので、はい、ちょっと音を変えますね、はい、でさっきちょっとじゃあチェロがあったので、チェロに変えます、はい、ね、ちなみにチェロはですね29番に入ってます、うん、ではですね演奏してみましょう。お願いします、はい。ではですね、本日の総評を、はい、お願いします。本当にですね、ちょっと一緒にやってみて、とてもあの、なんて言うんだろう、基礎のしっかりしているあの雰囲気があったので、ここからあの伸びるためにはですね、はい、そっちのアドバイスをしようかなと、はい、知りたいです。ですね、まずもうとにかく1にも2にもニュアンスの付け方で、それにはですね、一番の近道は、はい、ブレスコントロール、なのであの息の強さ、例えばふわって入ってうわって出してスッとみたいな、そういう流れがあって、これから先いろんなメロディーを演奏していくと思うんですけど、はい、そのメロディーにはそれぞれちゃんと流れがあって、でその流れに沿って息の量をふわって上げて下げるみたいなことがあのを意識するだけで、はい、もうどん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 あとは上手くなっていくと思うのでですね、あのぜひぜひ。であとはね、あのサックスをあの練習する場所に多分困ると思うので、はい、このイヤホンを使えばですね、例えば、移動中の車の中でも指使いの練習できちゃうわけです、はい、ね、なのであのそれこそね、新幹線の中でもどこでもできちゃうので、ね、できちゃいますよ ね、うん、あとはほらあの地方遠征行って、であの宿あのホテルとかで、あの室内でちょっとね、あのリクレーションも含めて遊びでやってみたりとか、息抜きになればなと思いますので、そんな感じであの本日の総評としていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今回は伊勢さんにエアロフォンについて教えていただきましたが、もうこのエアロフォンはとにかくたくさんの音が出るので、今までだったらきっと吹けなかったんだろうなっていう楽器も、ね、自分が吹いて実際にその音が返ってくるっていう楽しさを覚えたので、これからたくさんたくさん練習して上手になっていきたいなっていうのと、あとはそうですね、
音の抑揚のつけ方がまだちょっと苦手だなと思ったので、もっとエアロフォンと仲良くなってたくさん音楽を楽しんでいけたらいいなと思いました。本当にとってもとっても楽しい楽器だったので、ちょっとハマってしまいそうだなって思います。皆さんもぜひエアロフォンに挑戦して